白い竜はアーサー王伝説等に登場する白いドラゴンである。サクソン人やアングル人はローマ軍の軍機のドラゴンを見てこれを真似し時折これを彼らの軍旗として用いた。当時のゲルマン人にとって白いドラゴンは民族的象徴であった。ローマ軍撤退によって生じた軍事力不在のブリテン島にサクソン人やアングル人がドライした。そこで ブリトン人とサクソン人の戦いが始まった。赤い竜と白い竜はその民族の争いの象徴でもあった。キャロル・ローズは著書、世界の怪物、神獣辞典で、ウェールズの伝説に登場する赤白2頭のドラゴンの、うち、赤い方を、ウェールズ語で、Y、ズライグ・ゴーク、白い方を、クワイバーと呼んでいるが、ブリトン人の歴史では、赤白いずれのドラゴンもワームにしてドラゴンである。なお ウェールズ語のグワイバーは、現在は鎖蛇、特にヨーロッパ鎖蛇を指すが、かつてはウェールズの民間伝承におけるワイバーンのような有力の蛇を意味する言葉でもあった。ブリタニア列王氏の石流と白流の戦いの場面、15世紀頃の最色写本、ランベス宮殿付属図書館所蔵、ブリテンの大君主ボーティガンは、サクソン人傭兵の反乱により、ウェールズ方面へ退却した後、 魔術師たちの助言を受けて、堅固な塔を建設しようとした。ところが塔を築こうとしても基礎が人よにして地中に沈んでしまう。そこで、王は再び魔術師たちに相談すると、生まれつき父親のいない少年を探し出してその地を、祖先のモルタルに振りかけるがよろしいと言われる。そしてムマを父に持つ少年マーリンが、生贄として見出され、王の前に連れて来られる。王が事情を説明すると、 少年は魔術師たちを呼んできてください。彼らの嘘を証明いたしましょうと言った。そして王と召集された魔術師たちの前で王様、土を掘り起こす、陽光人たちに命じてください。そうすれば、塔の基礎の地下に水たまりが見つかるでしょう。そのせいで基礎が沈んでしまうのですと告げた。ボーティガンが半信半疑のまま塔の下を掘らせてみると、果たして水たまりが出てきた。マーリンは、 王の魔術師たちに向かって、嘘の上手なおべっか遣いの方々、水たまりの下には何があるか、ご存知ですかと、皮肉たっぷりに問いかけ、王に対して池の水を抜き取るよう命じてください。すると皆そこには空洞になった石が二つあって、その中に龍が眠っているでしょうと言った。ボーティガンが水を抜かれた池のほとりに座していると、赤き龍と白き龍が出現し、二匹は、 互いの姿を認めると戦いを始めた。一時は劣勢と見えた赤い竜は、勢いを盛り返してなんとか白い竜を退かせた。驚いているボーティガンにマーリンはこう予言した。赤い竜は、ブリトン人、白い竜は、サクソン人。この争いは、コーンウォールのイノシシが現れて白い竜を踏み潰すまで、終わらない。やがてこの予言は、コーンウォールのイノシシことアーサー王が、 サクソン人を破るという形で成就する。白竜は戦いに破れ、赤竜が勝利することとなる。以上は、モンマスのジェフリーの、ブリタニア列王氏に出ている話である。ブリタニア列王氏の多くの部分は作り話であるとも、言われているが、このエピソードは、ブリタニア列王氏の3世紀ほど前に編纂された、ブリトン人の歴史でも取り上げられている。ブリトン人の歴史では、二頭のドラゴンの争いを、 説明する少年の名はアンブロシウスであったが、モンマスのジェフリーは代わりにメルリヌスという人物を登場させた。ありがとうございます。